こんにちは。今日はですね、職場や学校でいじめを受けているそんな方にですね、お役に立てるその動画にしていきたいというふうに思います。まあ、いじめ直接的な暴力は受けてないんですけれども、なんかこうバカにされているなとか見下されているなっていうふうな方に向けて、今日の動画を届けていきたいというふうに思っています。例えばですけど、皆さんどうでしょう、こう職場とか学校とかでなんかこう後ろ指刺されているとか、そんな気分がこう時々こう込み上げてくる瞬間とかってないでしょうか。例えば、勉強がちょっとうまくいかなくて、うわなんかあいつあんま成績ってる、うわみんなが100点取ってるのに後ろだけ80点ありえなくないみたいなことを言われたりとかですね、あるいは周りでこう成績を取ってて当たり前と、まあ、例えば新規の顧客数を3件とか4件とか取ってるのに今月1件とか、もしくはもう0件だったっていうようなことでですね、あの人なんで給料泥棒みたいなことをですね言われたりとかっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません。とはいえですね、あの一生懸命やってる中でのその例えば0件とか1件だったら、今後はやっぱり爆発する可能性もあるかもしれないし、今回たまたま自分の苦手な分野が出たばっかりだったら、そこの苦手さえ克服すれば通常100点取れるような人たちっていうのもいるかもしれませんと。じゃあそういうふうに相手からこう見られてるかもしれないっていうのと、相手はこう見ているっていうのはですね、相手がこう見ているは相手の問題なんですね。で、相手からこう見られてるかもしれないっていうのはあなた自身の問題なんですね。つまり私の問題です。ということで、これも課題の分離っていうふうにして、相手がこう見ていると相手からこう見られているっていうのはきちっと分けて考えてくださいねと。そもそもそのいじめとかっていうのは、つまりは対人関係によって起こるものなんですね。他者の課題と自分の課題と、下に見られている、いじめられてるかもしれないとかですね、見下されてるかもしれないっていうのはあなた自身が考えているだけの問題なんですよね。つまり成績悪いからって言って後ろ指刺されたりとか、勉強の成果が良くないからって言って後ろ指刺されたりとか見下されてるとかっていうのは、あなた自身が勝手に抱えているだけの問題になるので、相手が言うことに対して反応さえしなければ、つまりはその考えっていうのは決して生まれないものなんですよね。だとすれば、とはいえ人から言われるのってしんどいんですよっていうふうに思われるかもしれないんだけど、だったらあなたが今月0件とか1件だった成果というのを来月2件とか3件っていうふうに獲得していく成果実績を残していけばいいだけの話、80点しか取れないのであれば次回のテストで100点を取ればいいからそれだけの話と、相手が何点取ってそれと比較してうんぬんかんぬん、相手が何件取ってうんぬんかんぬんっていうのは一切関係なく、それは他者の問題、あなた自身が1件から3件に増やすこと、80点から100点に伸ばすことってあなた自身の課題、あなた自身の課題っていうのを、自分の過去と戦うっていうことが大事になってくるんですね。で、持ってですね、まあこういう話をすると、いやそんなことができたら苦労はしないんだよねっていう風に、でお前こそそうやってなんか上から目線でっていう風に思われるかもしれないですけど、僕自身もそのいじめを受けてきてて、学校の成績っていうのは低学年の頃特に良くなかったんですよ。平気で60点とか取るような、もう小学校のテストってなんかこう100点取って当たり前みたいなところが、やっぱりそこそこの成績の子ってあるじゃないですか。ところが60点とか70点とか取っちゃう時期とかもね、そういうのでやっぱり勉強ができないやつみたいなレッテルを貼られたりとかして結構苦しかった時期とかもあったりするんですけど、結局は僕自身は勉強が小学校4年生以降はで自分でできるようになったから、そういうことを言われなくなったんですけど、大概ですね、そういうことを言ってくる人たちっていうのは、今回のその課題の分離という相手の問題と他者の相手の問題と自分の問題っていうのとはまた別のところに根っこっていうのがあって、実はですね、大きなコンプレックスを抱えているというところで、なんでそんな風に相手を見下したりとかするのかっていうと、自分が下に見られることへの恐怖心っていうのを抱えてるからなんですよ。だから、いやいやいって言ってくようなことをですね、低次元のですね、そういう見下しをしてくるやつらっていうのは、自分にコンプレックスがあるから相手をとにかく見下すことによって優越感を得たいっていうだけなんですよ。だからなんか勝手に言ってんなという風に、あいつが100点取ってもへーすごいね頑張ったねくらいな感じで、別に言わなくていいですよ、言わなくていいんですけど、っていう風に思っといて、無視をし続けるっていうのが一番いいです。そうすると勝手に潰れますし、反対になんか構ってくれないことによるですね、寂しさっていうの、虚無感っていうのをだんだん増してきて、ドツボにはまっていくんですよ。で、そんなことを例えばそのあなたに対して何かこう嫌がらせを言ってくるやつらがずっとそういうことを言ってると、逆にあなた以外の周りからそういう風に言ってるやつに対して、あいつずっとあんなこと言ってるよねと、うわあいつほんとまたなんかくだらないことで自慢げな話してるよ、たかだかそれだけの成績のくせにっていう風にですね、しょうもないレッテルっていうのが貼られていって結局潰されていきます。で、もっと言うとですね、成績が関係ないですね、評価っていうのは合ってないようなものなんですよ。だからお前ってこうだよねっていう風にレッテルとかですね、見下しとかっていうのをしてくる人たちっていうものの、別にそれが直属の上司とかですねっていう関係性だったらちょっと注意しなくちゃいけないかもしれないんですけど、別にそうじゃないんだったらその人たちの評価っていうのは合ってないようなものなんですよ。一切ないものと思ってもらってもいいんです。
ですよね。その人たちがいいとか悪いとかっていうのをしたところで、あなたの人生とか会社の成績とか学校の成績っていうところに一切何ら影響もないっていうところなので、むしろ決め込んでしまう方がいいと思います。むしろ決め込んでいくうちに相手は勝手に潰れていって、勝手にコンプレックスが大きくなっていって、勝手に苦しくなっていきます。はい、なので僕もですね、小学生の頃にお受験組で、まあ賢い連中っていうのが何人かいたんですけれども、まあ賢いっていうか、もう塾に行ってるから人よりも先に勉強しているレベルっていうだけだったと思うんですけど、っていう連中はとばく高学年になればなるほどいじめを受けやすい、いじめというか、まあなんて言うでしょうね、バカにされやすい傾向があったなっていうふうに、それを具体的に言うとかわいそうなのでちょっとここは避けるんですけど、まあちょっと体育の時間でこけたとかっていうのがあったりすると、異常にこう周りからいじられたりとかっていうことがあったりとかしてたので、まあ結局はそういうふうにいじめてた連中っていうのは逆転していく傾向が強いというところですから、皆さん自身がもしですね、人から見下されたりとかうんぬんっていうことを言われているようが、むしろ決め込んで、で知らず知らずのうちに今度は逆に言われて、その人たちが言われている立場に陥っていきますから、あなた自身はそういうところに一切変わる必要ないですよと、今回の話でした。僕もですね、なんかこう中学生くらいになった時に、なんかすごく人を見下してるとかっていう言われたりするんですけど、例えばバスケットボールとかベースボールの成績とか見下しやがってみたいなことを言われたりするんですけど、別に見下してるつもりっていうのは、まあ、もしかしたら相手からしたらあるかもしれないんですけど、そもそも見下されてるっていう風に感じてる時点で僕のことを見下そうとしてるんじゃねえかっていう風に思ったりとかしてたので、そこで優劣つけて何の意味があるんだろうなっていう風に思ったので、自分が今回塾のテストで例えば学年で3位でしたとか2位でしたとかっていう話だったら、まあ、1位取れなかったくっそうと思うんですけど、それで3位でなんかお前自慢しやがってみたいなこと言ってくるやつはなんですけど、3位で自慢もクソもあるかっていう風に思ったりとかね、はい、っていうところもあるので、相手が見下してくるとか、あるいはお前人のこと見下してきやがってっていう風に言ってくる連中というのは、残念ながら何かしらのコンプレックスを抱えているから、あの選手たちに突っかかってくると。ところがそのコンプレックスっていうのは相手自身が勝手に抱えている課題なので、あなたが関わる必要は一切ないですよと、むしろ決め込んでいて、むしろ決め込んで勝手に潰れていって、あるいは立場を逆転していって、周りから、レッテルを貼られたりとか見下されたりとかっていう風にするので、自爆します。ですから、まあ、やることはただ一つ、無視するだけ。もう何度も言うんですけど、無視するだけ。ただこの一つをやるだけで、あなたは今の状況が抜け出すことだという、そんな今日はお話でした。ということで、本日の動画は以上とさせていただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。またお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。